聖ゲオルク協会は、ドイツネルトリンゲンにある、教区協会である。単に聖ゲオルクとも言う。三毛猫で、市職員のベンデルシュタインがいることでも知られる。福音派のルーテル協会である。1427年から1505年にかけて建設された。1519年、現在に見られる後期語シック建築が完成された。教会堂の全長は93.5メートルであり、 震動の高さは19メートルである。隕石が衝突した際に高温によって黒色になった石片が建築に用いられている。主祭壇主祭壇の卓形像は彫刻家のニコラウス・ゲアヘルトが制作した。89.9メートルの高さを持つ塔は1454年から1490年にかけて建設された主楼であり、ダニエルという愛称が付けられている。 350段の階段を上ったところに、塔の展望台が設けられている。建築には、ニコラウス・ウェーゼラーや、ハンス・クーン、ハンス・フェルバーや、コンラート・ハインツェルマンのほかに、コンラート・ロリッツ・アーや、ビルヘルム・クレグリンガーなどの建築家が携わっている。画家のフリードリヒ・ヘルリーンは、東京会や、市内の教会のために、多数の祭壇画を制作している。 バルディンガーモン北西へ500メートルほど行ったところにはバルディンガーモンがあり南西へ350メートルほど行ったところにはベルガーモンがあり南東へ300メートルほど行ったところにはライムリンガーモンがある東へ500メートルほど行ったところにはダイニングアーモンがあり北東へ550メートルほど行ったところにはレップジンガーモンがある北へ450メートルほど行ったところには リースクレーター博物館がある。ありがとうございます。